まあ、僕はこうやってやっちゃうんですけど、逆はい、で今あのカラーして、カラーがこの終わったんですけど、中にブリーチ入れて表面はマットグリーンですね、グリーンと、スローカラーのグレーカラーの方の、ナチュラルの10、これを1対1で混ぜたカラーになります。でここからカットしていきたいんですが、まずモデルさんが気になっているのが分け目が嫌だっていうことなんですね。で細い難毛で、ちょっと縮毛矯正かけたんじゃないかなぐらいのちょっと直毛というかですね、ペタってしてしまう髪質なんですね。ですので、まあ、ちょっとふわっとさせたいなと思います。ただ、あんまりここを切っちゃうと、せっかく今伸ばしてる途中なのでウェイトが上がりすぎちゃうのが怖いですよね、ウルフカットになっちゃうのが。なのでそういう場合のトップだけのパートを作る方法っていうのをちょっとやりますね。まあ簡単なんですけど、だいたい指1本分のところをダミーとして使います。はい、で、パートを削りたい場合はパートが今ここですから、ここから指1本当てたところを取ります。はい、これ以上下のこっちを取ってしまうとここの重さが上がってしまうので結果短くなってしまうんですね。なのでここだけを別に切った方がいいです。で今指1本分取りましたね。これを、まあ、またサイドチェンジなんですけども、この時に前髪の長さ大体想定しておきます。このぐらいかなってことで、でその前髪の長さぐらいから、これブラントで言ってもいいんですけども、ちょっと怖いなっていうんで、今回は R2 セニングの削ぎ率で、まあ、なんとかごまかしていこうかなと思います。はい、で、反対側にオーバーダイレクションさせます。サイドチェンジですね、パートなくすときは。でここから前髪からちょっと前、後ろになるにつながって長くなるようなラウンドするような感じですね。そのままこのままこっちに引っ張ってカットしていきます。これだけでパートがもう消えました。で今度反対側ですね。非常に簡単なのでこのやり方は。で指1本分、パートから指1本分のところを取ります。いいですか。で、今回も同じようにですね、反対側にサイドチェンジする状態です。ただこっち側をこっちから入れちゃうとさっきと違う状態になってしまうんですよね。上こっちの後ろ側が短くなってしまうんで前から切っていきたいんですよ、ハサミは。でじゃあどうするかっていう場合はなんですけども、まあ、こっち側から切るっていうのが一つの選択です。こっち側からこういう風にしていくっていうのが、まあ、簡単なやり方だと思います。あともう一個はちょっと複雑ですが、このままサイドチェンジしてこっち側からハサミ入れるんですね。まあ、僕はこうやってやっちゃうんですけど、逆サイドの、前髪から若干つながるぐらいのところでこっち側からセニングを入れてこのままスライドさせていきます。これでパートはなくなりました。でまあ多少出ちゃうのは後で切るっていうような感じですね。これ以上やってしまうとここが短くなりすぎてしまうのでパートはこれぐらいで大丈夫です。でそれからあとモデルさんがあんまり まとまってるスタイルっていうのがちょっと苦手だけど、そうですね、長さはまず変えたくないっていうのを1点と、あとちょっと重さも極端には取りたくない、でふわっとさせたい、毛先の重さもある程度あった方がきっといいと思うんで、あんまり毛先がペラペラすぎるとなんかバサバサして何が何だかよく分からない状態にもなってるみたいなんで、毛先の重さは多少必要、そしてバラバラ感も必要で、長さもあまり切れないっていうことなんで、ベースカット自体は本当に毛先を取るぐらいにいいのかなと思います。伸ばしてる途中ですよね。
で、今回スクラッチカットっていうのをちょっとやって削ぎを入れていきたいと思います。それは浮遊感を出すためですね。で、スクラッチブラントっていうのでやっていきます。それ何かっていうと、スクラッチカット入れながら毛先にブラントカットを入れていく、ちょっと難しいかもしれないですが、ちょっとやってみますね。まず、トップの方は、さっきと同じように、サイドセンジするぐらいにここに短い毛を入れて、少しここにこう丸さを作っていきたいので、ふわっとさせたいんですね。結構根元の毛が寝やすいんで、理想を言えば手でくしゃくしゃってやってこう癖がつくような感じにできれば一番ベストなんですね、モデルさん的には。ですので、そのためにやっぱり中に短い毛多少作る必要があります。で、どっちかというと重めよりも、軽め寄りの方がモデルさん的には好きだと思うんで、そういう場合ですね、ちょっとやっていきますね。スクラッチブラントっていうのは何かというと、スクラッチカットっていうのは、スライドカットっていうのは弱点が実はありまして、スライドカットの弱点っていうのは、実はこれ体のこう形上ですね、左右同じに入れることって非常に難しいんですね。どうしても右側から入りやすいんですよね、スライドカットっていうのは。右側から入りやすいっていうことは、真下じゃなくてちょっとこっち側がずっと取れてるような感じなんで、それが逆に跳ねてしまう可能性があるんですね。それも分かんないでがむしゃらに入れてしまうと、結果良くないです。そこで僕はスクラッチカット、このショーバルタンで、入れるんですけど、これは左右完全に確実に、合わすこともできるし、癖を抑えながらも方向を決めながら入れることができるんで、このスクラッチカットを推奨しております。で、大体この辺ちょっとふわっとさせたいなっていうところをやります。それから毛先をスパッて切ります。これを一連の流れにしていきますね。毛先を切るっていうのは、毛先にブラントカットのフリル感をちょっと出したいなと思ってるんで、ただ毛先が軽いだけじゃなくて、ブラントのフリル感をちょっと入れていきたいなと思います。はい、そして毛先を1センチ切るっていうことですね。これを不揃いさを出しながら、切っていくことで、毛先の重さは足し算で、中間はちょっとボリュームを出すような感じになっていきます。で、この、ただこれ適当に入れてるっていうよりは、どこから曲げていきたいのかとか、そういう部分が必要ですね。で、この間 あのペンシルカット、以前の動画見ていただくことがあるんですけど、それと同じように指をフック型にして、こうスライドカット入れる時のように、髪の毛の引っ掛けてですね、重さを手で確認します。で、それから、こういうふうに取っていって毛先をブラントっていうような感じです。で、気をつけないとダメなのは、このベースですね。ベースを取りすぎてしまうと、ペラペラになって上が大きくなってしまって、バランスが崩れてしまいます。ですので、あんまり下の方は取らない方が僕はいいかなと思います。で、このような感じでブラントですね。で、ブラントカットの毛先をパツって重くしたり、ちょっと斜めにこうしたりとかですね、いろいろ工夫してるするとですね、全然雰囲気が変わってきます。今回はちょっと浮遊感出したいので、若干ブラントよりは少し逃がします。で、こっちに入れた時、これ分かると思うんですけど、まるっきり同じ方向っていうか同じ角度で入れることができるんですね、反対のところも。で、このような感じに、ふわっとなるように、で、毛先をこういうふうに切ります。はい、で、指フックで引っ掛けて、はい、スクラッチカットを、入れ、毛先のブラントを足していきます。これを一連の流れでやっていきましょう。スクラッチカットから、毛先をブラント入れていきます。で、下の方はあまり入れない方が、特に奥まではあまり入れない方がいいですね、下の方は。で、毛先ブラントですね。はい、この辺を取っていって、毛先ブラントですね。
はい、で、このように取ってスクラッチカットで毛先ブラウンとですね、これ早くやると結構ですね、もうこれで毛先取れてるんですよ。実は取れますかね、こうやりながらもうこれで毛先取れてるんですよ。ちょっとそこは慣れないとできないんですけど、こうやってやりながらも毛先これでも取っちゃうっていうようなちょっと早技もあります。ですが今日はちょっと分かりやすく別に取っていきます。で取って毛先にブラントですね、毛先にブラントカット入れる理由としては、毛先がボケないようにしっかりした動きが出るようにブラントカット入れて毛先を主張していきます。で伸びた時もペラペラにならないような感じに、しっかり重さを足してあげるんですね。軽いけど重い、そういうような質感がすると一番いいかと思います。あと、もっと簡単なやつはこれでもいいですよ。こういうふうにスクラッチしてで持ってるじゃないですか、毛先を。そこの手前を切るっていうのでも全然いいです。いいですか、こうやってやってこの毛先を切るっていうのでもありですね。でプラントカットを入れることによって、これ今ステムの角度が場所によって違うのはお分かりになるかと思うんですけども、結構タイトにしたいところは上に持ち上げますね。でそうでもないところはこのぐらいの、ローステムでやっていきます。ここら辺はちょっとタイトめにしたいんで、ちょっとステムを上げてますね。ちょっと高めでやっております。今回のモデルさんみたいな髪質は、ちょっと動画だと分かりづらいんですけど、非常にちょっと動きが出づらいですね。でしかもパーマが非常にかかりづらい、髪の毛なんですね。なんでかかっても薄く取れてしまったりとかするんで、やっぱり動きを出したいっていう方は非常にお客さんの要望としては非常に多いんですよね。ペタって常にしてしまってるんで、かといっても量がすごい多いわけではないので、たくさんすくわけにもいかないっていうようなちょっと難しい感じなんですね。で毛を動かしてですね、ちゃんと毛が動くか、ちょっとそのフリル自体が動いてくれるのかっていうのをちゃんと確認して、重いところは取っていきましょう。では前髪切っていきます。で全体の感じを動き出せたので、前髪をちょっと切っていこうと思うんですが、前髪はちょっとブラントっぽい方が似合うと思うんで、そうですね、結構ショーバルタンでいけるかなと思います。ここは安全策で、前髪の毛量が非常に多いわけではないので2段にしましょう。こういう場合は安全策を取った方がいいです。なのでまず中の毛を一回、表面の毛を置いときまして、中の毛、ここで作っていきましょう。でノーテンションで、毛束を引っ張ってですね、でそのまま小さく刻んでいくんですけど、あんまり左右とつながらないようにした方がバラバラ感が出ていいです。で、保険としてですね、今留めといた上を今度カットしていきますね。これは上からこういう感じですね、イングラを作って、でちょっと長めに、何ミリか長めに上から作って、はい、上から持ってきて、はい、上から指を持ってきて内側にくって曲げた状態でカットします。若干ペンシルカット、ペンシルシザーでちょっとだけちょっと取ります。あんまり奥まで入れないで
ちょっと危険なんでね、結構あんまりやりすぎると。で、アウトラインは本当にちょっと今伸ばしてるのもあるので、ちょっと本当にいつも簡単に切ってるんですが、今日も簡単に切ります。まあ、切るっていうまでもいかないと思いますね。はい、本当チョップカットで切るだけですね。はい、この時はノーテンションでチョップで切っていきます。今回はちょっとブラントカット入れてるんで、途中で、スクラッチブラントのブラント入れたんで、まあ、バラバラなラインにはなってると思うんですが、あえてなので毛先以外もう揃えません。でアウトラインの毛先だけをあまり長さ切らないようにして、モデルさんが今後伸ばせるような、ベースを作ってあげるとそれでいいかなと。でこのような感じでボリュームがちょっとこう出るようになったんですね。でカットは、あと顔前のニュアンスとかちょっと作ったりするぐらいですね。顔前のところを、今ちょっと見えないんでね、あれですけども、顔前のニュアンスをちょっとブラントでちょっと作っていくぐらいかなと思います。カットの方は、はい。スタイリングなんですが、で結構自然な感じで今回行こうかなと思ってるんで、小手巻きもしません、ブローもしません。で、こちらヘナジェルで、スタイリングをしたいなと思います。ちょっとこれつけていきますね。ドライの状態に今つけます。でまあこれオーガニックトリートメントなんで、このまま夜も寝れますし、まあ、もう夜遅いんで、まあ、これでスタイリングするぐらいがいいのかなっていう感じがします。まあ、こういうぐらいにちょっとつけてですね、で乾くと、こちら乾くとちょっとパリッとしてくれてきてですね、ラベンダー、北海道のやつなんですよ。これは北海道の黒松内の水と、これなんですよね、ラベンダーのやつなんですよ。結構アロマっぽい感じの香りが。で結構害あるものを使ってないんで、あとヘナっていう成分も、ヘナはインドですけど、それをちょっと使ってまして、これ本当このまま手に塗っててもいいぐらいなんで、全然髪にはかなりつけてますけど、スタイリングするのにはちょっとつけてます。ちょっとヘナジェルでねスタイリングをしていきたいと思います。でここでちょっとこれ濡れてる状態なんで、これ朝倉のですね、エアレスドライヤーってやつで、前も紹介したんですけど、これ先っちょ伸びに先っちょつけるだけなんですね。これをつけるとどういうことかっていうと、ここに熱がパネルに溜まってくれて、このまま形状記憶してくれるんですね。これ使うと非常に楽です。はい、で結構この中の温度は結構溜まるんですよね。でこの温度で固めていくような感じです。ちょっとやってみますね。でこんな感じに、スタイリングがこんな感じでできたんですけど、なんかちょっとスタイリングしてアメピンで留めちゃってもなんか可愛いかなと思うんで、ちょっとまあやってみようかなと思います。まあちょっと無造作に留めると
まあ、こういう感じに、まあ、これピン2本しか使ってないんですけど、ちょっとアレンジができますよね。はい、今日も早昔のチャンネル見ていただいてありがとうございました。はい、またね、明日明後日もあるんで、皆さん、頑張ってアップするんでシェアとかしてください。はい、今日も遅くまでありがとうございました。すいません、ありがとうございました。もうだいぶ遅くなってしまいましたが、はい、どんな感じで営業後頑張ってやってますんで、皆さん協力して応援していただけたらなと思います。では今日もありがとうございました。ではバイバーイ。